名所史跡巡り岡山編です。第3回目は立中高松城から岡山城までです。戦国時代の岡山、特に宇喜多直家に興味がある人は必見です。高松城は秀吉が本陣を置いた西条稲荷からはすぐの距離です。高松城攻めの見取り図です。これを今の航空図で表すとこうなります。長さ3キロにも及ぶ堤防を作り、足盛川から水を引き入れました。堤防の高さは高松城本丸の標高7メートルよりも高い 8.4 メートルで、戦いが長引けば高松城を完全に水没させることができる規模でした。また底部24メートル、上幅12メートルと巨大な堤防にもかかわらず、一票につき銭100文、米一升という高額な報酬で農民まで動員し、わずか12日で完成させました。この水攻めができたのは、このように高松城は山城ではなく周囲が沼地という大軍が軍事行動を取れない地形を利用した標高の低い平城だったからです。高松城跡の隣にある妙元寺は清水宗春を祀ります。次は有名な後楽園と岡山城です。日本三名園に数えられる後楽園。後楽園は岡山藩二代目藩主池田綱政が14年の歳月をかけて造園した東京ドームの3倍の広さの庭園です。あまりに贅沢であるため、大名の生活を厳しく監視していた幕府の目を逃れるため、客人の接待には使われず、藩主の休息のために使うのみでしたが、幕府の力が衰えた幕末には客人の接待に使われたり、藩内の人々に公開されていました。それでは絶景を早送りなしでご堪能ください。の中の茶屋でお抹茶と名物のきびだんごをいただきました。黒漆塗りの黒い城であったことから鵜城と呼ばれた岡山城。岡山城は旭川の中洲にあった3つの丘の一つであり、各時代に要害とされましたが、そのうち石山を戦国の共有宇喜多直家が本拠地として城下町を整備し、豊臣政権下で御大老に抜擢された息子秀家が豊臣秀吉の指示で石山から岡山に本丸を移し、石山は二の丸内閣とし、旭川の流れを岡山の東に変更する大規模拡張工事を行い、岡山城及び岡山市街地の基礎を作りました。ここで一般的には有名ではないけれど、いろんな意味ですごい宇喜多直家の謀殺による下克上人生を見てみましょう。
祖父の義家が島村守真に暗殺された時、幼少だった直家は父と共に放浪の人生。成人して浦上宗景に仕えると頭角を現していきます。まず手始めに祖父の敵島村守真に謀反の容疑をかけてサクッと暗殺。直家の謀略が怖くて娘を嫁がせていた中山信政にも謀反の容疑をかけてサクッと暗殺し、所領をゲット。妹が嫁いでいた松田家の紋章最初元常は男色だったので美少年を刺客として送り込んでサクッと暗殺。ただしこれは史実ではないとされています。敵対していた三村家近に刺客を放ち鉄砲でサクッと暗殺。松田家の中心人物宇垣右衛門を鹿狩りの時に鹿と間違えたと弓でサクッと射殺。妹が嫁いでいた松田家家臣の伊賀久隆を調略し金川城を攻めさせサクッと松田親子を殺させる。その後伊賀久隆は浮田家臣として毛利軍を撃退すると大活躍し、浮田家でも最大の所領を誇る重鎮となるも晩年の直家によってサクッと毒殺。家臣となっていた岡山城主金光宗隆を岡山に本拠地を作りたいために毛利と内通していると言いがかりをつけてサクッと切腹させる。主君浦上宗景に反旗を翻し娘婿の浦上宗時を毒殺。浦上宗景を追放しサクッと浦上家を乗っ取る。恐ろしいですね。中国地方の三大豪将と言われるだけはあります。しかし彼の名誉のために付け加えておくと、若い頃から親苦を共にした譜代の家臣は大事にし、松田氏が焼き打ちした寺社の再建を援助していることから、これらの寺社で崇拝されており、岡山城下町に商人を呼び発展させたことから地元では英雄とされています。それでは岡山城です。浮田氏が関ヶ原で敗北すると小早川氏が入城するも、秀明に跡継ぎがおらず改易され、池田氏が入城し江戸時代を通じて岡山藩として治めていきました。天守は第二次世界大戦で焼失、再建となっています。城内は博物館のようになっており展示があります。備前焼の体験コーナーや戦国時代の衣装で写真を撮るコーナーがあります。またお城茶屋にあるお城パフェはフルーツ王国岡山を堪能することができます。名所史跡巡り岡山編第3回目はこれで終了です。ご清聴ありがとうございました。よかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。